どうもアポロです。皆様、この度まつちゃん人生で爆買いしすぎました。本当にしすぎたんです。なんかブラックフライデーとか言われるなんか謎のなんかさねえやつあるわけじゃないですか。そのブラックフライデーと言われる謎のやつで調子こってこう言ってなんかカートにぶち込みすぎてなんかあ減らそうかなって思ったら間違えてなんかもう買い物しちゃったよみたいな感じになっちゃって、ちょっと今回は見ていきたいと思います。じゃあ第169回新購入品紹介やっていきましょう。これはレイチェラゴリン。重たすぎるやろ。はい、じゃあね、今回は何系で買ったかと言いますと、誕生日近いから誕生日の用とか、なんでそれ買ったのみたいなものとかも入ってるし、てか今回バケットなんか珍しくない帽子かぶってるわ。冬は帽子かぶりたくなるんだよね。じゃあ見ていきましょう。服まず一回見てほしい。ガチ可愛いの。メンズの XL で買ったかな。私こういう系統の色を着るのがめっちゃイメージなくって、ちょっとイメチェンっていう気持ちも込めて、あったかそうなんですけど、本当に。メンズの服を買いました。可愛すぎてあげやんって感じです。続きまして、同じような感じで、これなんかさ、結構割りかし、なんか上位ランキングみたいな感じになんか入ってて、なんか冬になるとさ、なんかいい感じの素材になってくるから、なんかちょっと高くならん？それが一番腹立つ。かわいい。XL かも。XXL かも。なんか想像以上にグレーっぽい白だもん。白は200色あるって言うけど、そのうちの一つの色ですね。次は、これなんか。ハッピーバースデー、君がおめでとう。生まれてきてくれてありがとう。もう少しで誕生日なので、こちらのバルーンを買いました。これは当日に使えます。次行きます。ヘアゴムですね。シンプルイズベリーハイ。あ、これはなんだろう。待って、エロチー。待って、抹茶師匠一番やばいかもしれない。待って、こんなさ、すごくないかな。やん。あら、変だ。あら。待って、これやばくないよ。マジでおっぱいない人には映えないよ。行きましょう。ダイヤモンドアートにちょっとハマっちゃったというか、服をちゃんと買ってきました。次、ヘアゴムですね。これもなんかちょっとキャラ感のこと考えて買っといたヘアゴム。次、オレンジのカーディガン。でもなんか春とかでも着れそうなカーディガンでね。待って、なんかこれの白と黒あったんだけど、マジ牛やんと思ったからやめたんだけどさ。てかこれもめっちゃ牛みたいな感じじゃん。え、じゃあ牛でもよかった。え、可愛くね、オレンジ。でもなんかちょっと薄いオレンジなんだけど、なんか春っぽいオレンジなんだ。めっちゃ喋る。続きまして。最近ちょっと帽子ハマりつつあるんだよ。そうだった。自分がさ、ツインテールだったの。そうか。どう？似合う？次。何これ？あ、誕生日ですね。いえ。これは多分ダイヤモンドアートだ。あ、ヘアゴム。これはダイヤモンドアートだ。ガチでハマってんじゃん。これめっちゃ使いやすかった。個人的に2個目です。多分このカラーペンめっちゃ安かったよ。これさ、聞いてほしいの。私さ、財布、なんかちっちゃい財布なくて。え、コギミュン。サンリオのコギミュンっていうさ、キャラクターのプチプチのやつで、お金を入れてたんだけど、さすがにうちの親にマジで怒られて。なんかちゃんとそれ用に入るようにちょっと買ったんだけど、かてえなこいつ。なんか袋でピチンって出てくるよりはマシかなって思って買っときました。次これですね。これなんかさ、水筒の周りにさ、つけたらめっちゃ可愛くないと思って買ったの。そうだからね、今度から水筒 DIY が始まるんだけど、絶対足りないわ。あ、これ可愛い。可愛いんだけど、もうさ、今年のさ、次絶対来ることない。絶対可愛い。寒っ。冷た。冷た、え、かわいいけど冷た。何買ってんの自分、やばすぎるんだけど。多分企画で使おうと思ったんだろうね。もう多分これ見たらわかるので、詳細は載せません。これマジでなんだと思う。わかった。ダイヤモンドアートのなんか周りにくるくるくるってつけてやるらしいんだけど、え、だって周り、両面テープにつける、入ってなくない？なんか旅行の感じだとさ、両面テープ入ってますよみたいな感じで出しちゃってるけど、両面テープ入ってなくない？ちょっと待って。ピンチ。両面テープついちゃってんねんけど、私には両面テープついてないんだけど、そういうなんかさ、なんかそうやってさ、
なんかあれなの、なんかそういう感じ。そういうのって絶対さ、カスタマーセンターとかに連絡してさ、入ってなかったんですけどとかっていうのが多分正しいんだけども、そういうのだるいからさ、両面テープ自分で買うことにしました。これもニット帽なんだけど、これマジで可愛いの。てかこれはマスちゃんって感じ。ガチ可愛い。見て顔はトニエンじゃない。これツインテールだと可愛いよな。高すぎるんだけどね、さすがに。鉄編みとかそばかすとか書いちゃってめっちゃ可愛いよね。大好き。次マジでフワちゃんすぎん。これもレッグウォーマーか。スウェットの下とかにつけといても可愛いなと思ったから買った。なんかドグリンゴのピアスめっちゃ可愛い。てかハロウィンすぎたくねって話なんだけど、めっちゃ可愛くない。このヘアピンめっちゃさ可愛くないって思ったから買っといた。あ、めっちゃ可愛いな。でね、このピンめっちゃ可愛い。うわー、ランダムだからさ、ちょ、可愛すぎるって。マイケル・ジャクソンなんだけど、マイケル・ジャクソンなんだけど、不良品じゃん。なんで今届いたばっかり、今開けたばっかり、今見てたよね君たち、証拠人だよ君たち。でもなんかこういうのでさ、カスタマーセンターに連絡するの誰からさ、自分でモンドでくっつけます。これは香水のやつ。このね、下から入れるらしいの。すごい便利じゃんと思って買ってきました。まあ、まっちゃんと言ったら最近ド定番じゃない。タトゥーシール買ったのめっちゃ可愛くない。背中に貼っても可愛いやつばっかりなんだけど、これめっちゃ可愛い。多分個人的にめっちゃ好き。サソリ座って書いてあるらしいんだよね。サソリ座って書いてあるらしいの。でもどうやって見るかわかんないんだけど、キラマセンだったからみんなにお揃いしよう。あげー。これね、可愛すぎて3色買いしたの。バリ可愛くない。でも色天才的だと思って。お気分によって変えれるのあり。マジで赤めっちゃ可愛いし、青可愛いし、ピン可愛い。なんでさ、セットにしてくれんかった。マスちゃんと言ったらみんなやっぱりさ、アヒルみたいなとこない。可愛くない、アヒルチャンネル。可愛すぎ。ガチ可愛いと思って、もうこれはね、見つけた瞬間に即買いだった気がする。ちょっと待って、ちょっと待って、私これボトルついてると思って買ったんだけど、まさかな。え、ショックすぎる。この石だけが届きました。たくさん使いたいと思います。ここまで来るとさ、なんかシーンに嫌われてるんかなって思う。え、可愛すぎるんだけど。いろんなリップの色があったの。紫とか黄色とか、キラキラとか。可愛いんだけど、ちょっと安っぽいなぁ。なんか多分私の爪にキッてやっただけで多分ね、後つくよ。え、皆さんこれ何だと思いますか？人のお股とお尻。なんか絶対にすぐ落としそうなんだけど、てか向き一緒なの、やばくない？こういうのってさ、チェーンがさ、こっちの蓋とこっちの蓋じゃん。両方同じ位置なのやばくない？だってさ、ちょっと磁石弱り始めたらさ、もうさ、もうなんかパッカンパッカンで歩くことになる可能性もあるわけでしょ。このなんかケツの、この子宮のあたりにぶち込むみたいな。なんかまあ強そう。なんか簡単には当たらなさそう。開くやん。開くやん。今簡単には開かなさそうって言ったばっかり。これ多分走ってたらもう終わりだよ。なんかさ、外とか行った時にマジでさ、カバンが高くて。だってこれぐらいだったら MacBook とか iPad とか余裕入るなと思ったから買っといた。次これ。これも、かわいいの。めっちゃかわいい。待って、無事にかわいい。これが一番環境に悪いってマジでアパレル時代からずっと思ってた。なんかさ、そう、シーンのね、カバンをいつも買って使わない理由は、なんでさ、買えれないところがちょっと嫌なんで、なんでじゃあ買うんだよって思う方いると思うんですが、可愛いから買う、それ以外何物でもない。以上、次。私が一回見た時は、980円ぐらいだったのに、なんか買おう、よし、カート入れようと思ったら1135円になってたの。最悪じゃない。マジで何入れる TV すぎるけど、めっちゃ可愛くない？これね、もうリップと香水とお財布だけぶち込みよう。しかも結構、結構しっかりしてる。最後。私、CE 史上最も可愛いと思った。後ろはヒョウ柄で、前はちゃんと柄があるやつ。もう大勝利、大優勝、大、もうベストザプレイスって言ったんだけど。でもめっちゃ似てる服持ってて。待って、本当にさ、何二つって感じのレベル？めっちゃ
ちゃ一緒なんだけど、ここやばい、これもう一緒やん。なんかもう今回カラフルだね。ということで合計48点ですかね。やば、それは怒られるよ。お母さん、この動画を見ないでください。よろしくお願いします。はい、ということで、めっちゃたくさん買ったし、体1個しかないのに、カバンは5つ買うし、頭は2個しかないのに、ニット帽は2つ買うし、体は1個しかないのに、なんかトップスめっちゃ買うし、ということで、なんかまあ楽しかった。落ちるよ、落ちるよ、あなた。飲まれないよ。このお片付けがこの世で一番めんどくさいし、一番大変なことを分かっているので、もう2時半になるので寝たいと思います。それでは、こちらの動画が良かったらいいね、コメントチャンネル登録よろしくお願いします。以上、まっちゃんでした。あ、かわいいアップルがこっち来た。